レギンスの例レ,レギンスは、ボトムスの一種である。レギンズ、レギング、レギングスなどとも言う。今日の日本では、明確な定義はないものの、丈が膝より上で、スポーツや、インナーウェア用途で着用されるものをスパッツ、丈が膝元から足首までで、アウターウェア用途として着用されるものをレギンスと呼ぶ、傾向にある。本来は、スパッツもレギンスも、同じ衣類の名称である。 タイツストッキングと同じような素材で作ったものが多い。形状や役割は桃引きに近い。このため、清掃に用いられることはなく、あくまでカジュアルとして活用されることが多い。西洋型のキャハンであるとも言える。野球などのユニフォームに使うアンダーソックスのような底の抜けた形になり、とも切れあるいは紐で土踏まずの部分に引っ掛けて、 止めるようになっているものはトレンカと呼ばれ区別される。現在は女性のファッションとしてその言葉が広く使われているが、本来は乳幼児が用いる裾口にゴム紐をつけて足裏にかけるニット製のズボン風の衣類の名前である。また、クレブシや膝上くらいまでの軍隊用革ゲートルや、これに似たデザインのジャージー製、フットウェアもこう呼ばれる。類似後に、 フィゾーやスキーパンツがある。2006年頃、ファッション業界がスパッツを指す、新ファッション用語として、レギンスという故障を打ち出した。結果としてレギンスは流行、後に、普段着の一つとして定着した。カジュアルなレギンスは女性向けの衣類であるが、2008年頃からは、コレクションにて、コムデギャルソンなどのブランドから、メンズスカートなどとともに、 男性用の医療として発表されている。レギンスという故障が一般化する前から着用している、10から30代の若者の一部の男性もいたと、される。登山や、サイクリングなどのアウトドアや、サッカーや、バスケットボールなどのスポーツで、ハーフパンツの下に10分丈のレギンス、またはスパッツを組み合わせるスタイルもある。メリット、デメリットは、タイツとほぼ同様だが、 足首より、下の部分に限って言えば、夏場の炎天下などの時期でも蒸れにくい。米陸軍 M1941 フィールドジャケットで着用する、本来のレギンス本来のレギンスとは、西洋型のキャハンで、面積のある布、または、軟皮をバックル、またはボタンで固定するものである。世界の陸軍の装備としては、第二次世界大戦頃までは、 巻キキャハンと共に双壁を成していた。現在は、基本的に儀礼的な軍装としての身形を、残している。スネ全体ではなく、くるぶしあたりのみを巻く小ぶりのレギンスは、タンゲートルと言われる。また、高革のスネ当てであるハワキャハンは、主に長靴の代わりとして用いられた。その形状から近くは、幼児用の防寒パンツの名称に使われており、この故障が、 女性ファッションのレギンスに流用された。スパッツという言葉が日本語への導入時にご用され、全く異なるものを指すようになった。同様にレギンスも日本語では、スパッツと同義とされている。スパッツも本来は、19世紀から20世紀初頭に流行したゲートルを指す言葉である。ありがとうございます。